不平等条約の改正に尽力した、宇つむねは、無類の女好きで、吉原に通っていたため、破門されたことがある。宇つむねみつは、投獄されていた時に、手紙で、妻を束縛していた。宇つむねみつは投獄中に、老屋の洗濯係の女性と関係を持った。